サッカー女子ワールドカップで、ここまで全勝で勝ち進んでいる日本代表、なでしこジャパン。高度なパスワークで相手ディフェンスを崩し、さらに鋭いカウンターでも得点を狙う隙のない攻撃を続け、大会を席巻している。日本の攻撃で高い存在感を見せている一人、宮沢日向は今大会で早くも5ゴールを挙げている。スタメン出場した3試合すべてで得点を決め、 決定力の高さを披露。なでしこジャパン躍進の原動力となっている。自信初となる大舞台でブレイクし、得点王も視野に入れる23歳を、各国メディアも無視できないようだ。米放送局は、日向宮沢誰も予想していなかったワールドカップ得点王、と銘打ったトピックを配信。その中で、日本人選手は決して得点能力で際立った存在ではなかったが、 今では5ゴールを挙げて大会のゴールデンブーツに上り詰めていると、ここまでの活躍を称えている。そして、日本は女子ワールドカップで優勝することが何なのかを知っている数少ないチームの一つである。開催前は、今大会の優勝候補には選ばれなかったものの、そのパフォーマンスによりアメリカに代わる明確な候補の一つとなった、とチーム力の高さを称賛した上で、 宮沢を以下のように高く評価した。宮沢にも同様のことが言える。日本代表のフォワードは、正確にはゴールスコアラーという位置づけではなく、むしろサポート的な役割で大会を迎えた。それでも日本人はゴールを決めることで輝いている。米専門誌のベトナム版でも宮沢に注目しているようで、現地時間8月8日には、日向宮沢とは誰 という特集記事を掲載し、今大会でのパフォーマンスのほか、なでしこリーグからのキャリアなど、これまでの足跡を伝えている。ブラジルメディアでも、宮沢のワールドカップでのプレーに言及。このワールドカップの歴史において、彼女はトップスコアラーの一人とみなされている、と得点力を絶賛。さらに同メディアは、 5得点で2011年大会の得点王である沢誉までと並んだことも評価している。ここまで要所でゴールを決め、日本を勝利に導いている宮沢は、チームと共に日々日に注目度が高まっている。8月11日に行われるスウェーデンとの準々決勝でも、その高パフォーマンスから目が離せない。